皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。なんとなく撮影しないでソロリーグやっていたら気づいたらもうすぐ2400というわけでやっていきます。今回やっていくのはそのなんとなくソロリーグやってる時に使っていたキャララビットリーダーで裏なしでいきます。はい、裏なしラビットリーダー。あ、ちょっとですね、今日、まあ今日からリーグなんですけど、で今日のリーグでやってて、まあ、全然なんかずっと1-1-1みたいなもらえなくて、まあ、マッチングがよろしくないと、どうしようかなと思っていたら、それ思っていたらっていうか、まあ思ってて、で久々にじゃあ裏なしにするかと、そしたらまあプラス値あるよねっていうわけでやっていきました。ラビットなんかね調子よかったんですよね。まあ2-2でいきたいですよね。取れた。ここマミーにして、うわーすげー相手キャラ、マジかそれ。あ、マジだ、キャラ間違えちゃった。まあいいか、まあよくないかもしれないけど。はい、じゃあ全然違うとこ飛んでますね。はい、太っちょ太ると思いました。まあでもこれでカニ使えるんでいいんじゃないですか、ひとまずね。ただガチできつい。何これ、もうプリンセスがね強すぎて強すぎてきつすぎるって。まあ相手のキャラは全部割れましたけど、ちょっと1コースが多いですね。え、なんでそれ今見ました皆さん、そんなことあっていいんですかね。ゴブリン吹っ飛ばして全然違うとこ飛んでたんだけど、ありそれ。さあ来ました、ここかな、おめやるしかないよな。はい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 、さあまだゴーブ、あラビット、お相手何、大手いないの、じゃあ行こう。相手大手いないですねこれ。うわ負けてるあいつ、負けてるな、マジですか。もうゴブは抑えるんですけど、はい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 、今ここ取ってもらって、でウサギ触らなければブチ切れしないんで、ウサギ一回放置して前行きますか。そう、ラッキーちゃんとキャラ数数えてよかったですね。相手大型いないことが分かったんで大型の援護すぐに出せました。これもマミーでやりますか。でこれマミー呪ってくれると思うんで、あとは多分やってくれると思います。はい、というわけでダミー化してそこも処理して完全勝利ですね。いやプリンセスガチ強い、本当にプリンセスピクドラだろうねこれね。まあでも何とかなりましたね、ちゃんとキャラ数数えたおかげでうまく勝利できて、おおいしい。え、もう2400目の前だ、確か2360ぐらいから始めてます。はい、それではね続いていきましょうか。いやーお相手銃剣士アビなんだけど、銃剣士、え今キャラクターやってるっけ、珍しすぎない、まあ、やってるなら確かに来てもおかしくないけど。でまあ銃剣士はヘッジホックに弱いんで、ヘッジホックを引きたい。いや大型は2本欲しいよね。いやーまあ今のでもよかったんかな。まあこれでいきますか。もう銃剣士相手に横から殴れるキャラはいないけど、まあでもそもそも銃剣士自体めちゃめちゃ強いっていうわけではないのでなんとかなるかな。ただアビリティ3で射程が上がるんですよ。それで火力一体増えするだけで、あ今一体増えするだけで火力になるんで、はい、そこだけね。さあブチ切れ、うわ爆発範囲ない、で上がかなりめんどくさいですねこれ。そこはなんとかなったけど、このパンドックしかないな。さあこう裏技剣士行って、さあこれダメだ、急がないと、急いで止めに行かないと止められない。いやーこれそれさ来ないの、マジか。じゃあもう行くわ、もうこれ早めに大型行って大型戦一気に仕掛けて、でこっちも合わせるから行け、中型を使わないようにする、中型のコスト負けしないように、大型でコスト勝負する。もうここはパンダ、さすがにね、さすがにパンダを置いての
どこ行こうかな。ここはまあ最一番後ろで、あのこれでいいんだけど、あのセンスでやつはスルーしよう。パワーズーツもうこっちダメージレス多分勝てると思うから。はい、ウサギスパン倒して、後ろはちょっと落ち、うわ強いね。あーちょっと取られちゃったけど、まあ大丈夫。この後倒して取りに行くと思う。これワンパン？ワンパンではないけど、多分落ちると思うけどな、先に相手の方。うん、オッケーオッケーオッケー。というわけで、落城勝利ですね。まあ迎撃今回引けてなくて、パワーズーツどうしようかと思ったけど、まあなんとかしてくれました。え、美味しい。あれ？もう行った？これもしかして一回戻りますか。今現在強ピン2397でした。でお相手が次ラビットのミラーでフレンド、名前書いてるから誰か分かんなかったけど、ラビットミラーのフレンドで、なんかあのラビットにあのマークついた、あの G トロフィーのマーク、ほら、いやバルーンはダメだよ、ラビットに、チビクロもダメ、ラビットに弱い。うん、もう行きますか。でもラビット倒せるのがアマゾネス。まあ行きます。スライムどうかな。さあラビットミラーなのでね、どっちが砦を取るんでしょうかって感じではあるんですけど、取りたいですよね。迎撃ちょっと多いんで砦を取らないと、まあそれはもちろん打ちます、打ちますが、あの出しますよ。ラビットでかいで、ひとまずスライムコング重ねして、なるほどね。じゃあここ剣士に行こうか。剣士の裏攻め、まあ、ブルドだけで見られちゃうね。でこれ剣士負けんのか、3体でしたもんね。うん、これがめんどくさい。もうブルードが本当にめんどくさい。ただこれブルードを無理やりやりに行こうとすると、この後痛い目見る。アマゾネスを使ってしまうと、ここで使う2枚抜きで、アマゾネスをね中盤マンダメージ使っちゃうとね、やられちゃうんですよその後。なんでここでしっかりとウサギ2体目処理、相手のキャラを減らしていかないと。さあ相手のキャラ全部割れましたね。ラビット、スライム、ブルード、ワイバーン、スライムは置きますが、さあ分裂さす、うんぬんかんぬん関係なく持ってかれてしまう。もうちょいスライム使わせてな、そろそろ時間的にいいな。 ブラーが行くか。はい、コング大丈夫だよ、流れてないな、今日ね。はいはいはい、でもいい感じに相手のスライム潰せてて、これめちゃめちゃいい感じ。さあ相手のロープ持ってないよ一体で、これコングが殴ってる。おお、これでかくね。あ、でも殴りにしちゃったな。これコング触られちゃうよね。そうだよね、でも倒せる。 OKOKOK、 もうこれいらないな。さあヒュドラ、さあローだ、こっからここラビット置いたら相手嫌がるんだね。これもし大型止めてきたら無理でしょ。うん、さあヒドラの首頼め、お前の首が入れば勝てる可能性あるよ。こんだけキャラいればどっか入ってもおかしくないが、入っていく、素晴らしい。というわけでなんとか点差処理持ってきました。で今これ裏なしなんで最低値4もらえるんで2400確定です。ありがとうございます。で美味しい。はい、それではねラストいきますか。ラストお相手がスライムリーダー、スライムか、まあマイマイとかアラレちゃんとか、まあそこら辺引ければ問題ないかなと思いますが、スライムの裏が分かんない。でスライムってやっぱ時間めちゃめちゃ稼がれちゃうんで、騎馬兵とかワイバとかそこら辺のキャラ来るとちょっと面倒くさいんですよね。なのでちゃんとね、そこら辺をカバーできる、ものを引きたいんですが、これでもいいな、いっちゃおうか。まあ、迎撃はないんですけど、シマリスが、まあ、ちょっと迎撃チックなことしてくれるよねっていう部分と、まあ、キャラ数はね、ロックマンもいるんで、
悪くはない。撃つ3体飛んでくれば神、神だね。はい、剣士の裏ザラビット、さすがに撃ってこないでしょ。で取れると思います。で鬼んこか、あとシマリスで豆を拾いに行って少しでも緩和させてあげたい。さすがにきついが、まあ、これロックマンで豆拾ってこれ回復してくれるんで、まあさすがに勝てるよねと。避ける、素晴らしい。で回復しきって新しいの拾ってくれる。いやまだ拾わない。あいいねいいね、もう十分。うわーまた拾ったわ。十分返してくれるし、しかもフォアが起きる前にこれ切ってくれたの激アツっすね。ちょこれ倒しきれそう、このライン。あーマジか、ギリ間に合わず。なるほどね。まあデス行きますか。じゃあさあアマゾンデス行きましょう。第一ギリ全部吹っ飛ばして、デスさんお願いします。これですね、あの結構削られちゃうとは思うんですけど、こっちもねだいぶ削ってくれると思うんで、まあしょうがない。倒してくればとりあえずよし。 OK、 さあ裏付け石いこう。でスライムなんでね、お相手がプリンセス。なるほど。おでもプリンセスの旗に行ってる。です、フォアがいっちゃおうか。これも行こう、一気に詰めよう。で動き止まる。 OK、 うわ大砲神か、タイミングがいて。でも勝てると思う。これ裏鬼んこだね多分だけど。でアマゾネス第一撃で全部ぶっ飛ばしてくれる。さあここもロックマン、アマゾネスのラビットまで行っちゃおう。でラビット流そう。あなるほどね、チビクロ、チビクロは全く怖くない。ラッキーラッキー。さあこれはいけるでしょう。干渉まである、干渉まである。ちょっとラビットそこで止まっちゃったけど、いやスライム硬いねやっぱ。というわけで完全勝利ありがとうございます。すげえ気持ちよかったね今の。パピオンを切ってくれたのでかかった。フォア側だからきついなと思ったけど、えうまい。裏なしだからだ。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。なんかあれ俺この今回のリーグだけで強っぴー70近く上がってるよ。60は超えてるよね。えぐ、めっちゃ上がりました。ラッキーラッキー。だんだんインフレしてきて、強ピーのボーダーも上がってるからね、今も2300余裕で超えてるから、上も2500超えてるでしょ。うん。いい感じに上がってきました。今最高強ピーが確か2482とかだった気がするんで、ですね。はい。最高強ピー更新チャレンジできるように頑張りましょう。最高強ピー更新チャレンジして、それができたら次は2500チャレンジいけるように頑張ります。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。